宇宙人だ。宇宙人からしたら私たちが宇宙人じゃね？この星で一番うまいものを紹介してくれ。これは、ちゃんとしたものを紹介できないと友好関係が築けず侵略されるやつか？どうする？二郎系ラーメンか？マックか？ピザか？なんでデブのデッキで戦おうとしてるんだよ。これです。デブデッキの下級モンスターじゃねえか。皆さんどうもこんにちは。地球の命運を握っている、マリサちゃんだぜ。命運握りつぶされちゃった。キリサメレジギガス。前回のバター餅動画が大失敗だったってことで、今回はさすがに成功できるものを用意してきた。まず料理チャンネルに失敗という概念があるのがおかしいんだよな。UFO チキン。弱そう。UFO チキンを簡単に説明すると、チキンでエンジンを組んで、その真ん中にチーズの池を置いた料理だ。まあ早い話チーズパーティーだな。美味しそうですね。ちなみにこれはパーティーフィールド。ベイブレードのスタジアム。まずはたくさんのチキンを作っていくぞ。胸肉を食べやすい大きさにトリミング。ほうほう。で切ったら薄力粉と片栗粉を振りかけて、衣をつけるぜ。あれ、マリサさんマリサさん、味付けとか、なさらないんですか？よくぞ聞いてくれた。通常の唐揚げは下味をつけてから揚げると思うが、UFO チキンの唐揚げは、下味をつけない。味がチーズだよりってこと？いや、UFO チキンの味付けは、外だ。揚げた唐揚げを専用のタレに絡めて、エンジンを組ませるんだぜ。あ、なるほど。二重にコーティングされたチキンってことなのね。その専用ダレも作っておくぜ。砂糖、ケチャップ、コチュジャン、醤油、オイスターソース、蜂蜜、ニンニクチューブを融合。ヤンニョムダレ。蜂蜜とか砂糖とか入れてるから、結構甘いタレなのかしら。ちゃんと一から作った私を褒めてほしい。こいつは甘ったれ。揚げるぞー。結構太めに切ったから、しっかり揚げないとね。鶏と豚の生焼けは NG だもんね。サルベージ、そしてタレを絡ませる。おっと、チーズの池も忘れちゃいけないぜ。この容器にチーズを入れて、そのまま熱する。あちあちになるから、食べるときは容器に直接触れるのは NG だし、鍋敷も用意しような。この書き方は一回撮影中に触ってますね。チーズが溶けたら、チキンでエンジン組んで。完成。迫力満点ですね。マリサチャンネル特有の問題だった。サムネが黄色か茶色ばっか現象。私たちは開き直り、両採用した。ポムポムプリンのモザイクアートで大活躍しそう。そんな UFO チキン、食べるぞー。いただきまーす。うまいんだぜー。甘めのチキンをチーズがうまいこと補助してくれるから食べやすいんだぜ。こりゃ流行るわ。バクバクいけちゃう。食感が2つあるから楽しいよね。鍋みたいな感じで複数人で食べるタイプの料理だから、見てるみんなも、家でパーティーすることがあったらぜひ作ってみてはいかがかな？じゃ、今回の動画はこれで終わるか。どうされました？いや、うまいっちゃうまいんだけどさ、どう考えてもこの星で一番うまいものではないよね。次来た時はちゃんとしたの教えてね。まあマリサだけで済んだからいいか。